こんにちは皆さん、旅してるスプレーアートエデンのベロちゃんです。浅草に来ましたよ。外国人から見るとどういうインプレッションか、どういう反応するのか、ちょっと見てみましょう。私の後ろにそのパゴダ、パゴダ日本語でなんて言うんですかね、この中で一番綺麗だと思います。なぜならなんか本当に日本っぽいだし、新しいし、すごい綺麗だね。あとは人が多いよね。今日は沖縄に行く予定なので、荷物も運んでるから難しいけど、ちょっと見に行きましょう。嬉しいのはね、スペイン語はちょこちょこ聞いてる。ラテン系の観光の人が多い。あとね、なんか煙の匂いがする。あ、みんなちょっと意味が分かりません。なぜなら煙と手と顔を洗ってる。洗ってて煙のとこ行ったら何の意味があるって疑問だね。あともう一つ、私にとっていつも難しいのは神社とお寺の違い。なんとなくわかるけど、よくわかりません。でも何も知らない外国人から見ると綺麗って言えるね。綺麗。あとみんななんか浴衣とか服が着てるから、外国人でなんかここに来て満足だと思う。楽しいと思ったら高評価と登録、チャンネルお願いします。